DT テレビは、インターネットテレビ局、アベマ TV のアビマスペシャルチャンネルにて、2017年10月14日から2019年11月29日まで、配信された青春バラエティ番組。チュートリアル、得意をしざねが MC を務めるアベマ TV のトーク番組。様々な企画を通じて、素晴らしき DT の世界を伝える青春バラエティである。キャッチコピーは、ほとばしる。 行き場のないエネルギー。現代の20代の4割。5人に2人は、童貞という現実を見据え、現役 DT と元 DT に送る番組として、企画立案された。企画の原案者は、サイバーエージェント代表の藤田進む。コンプレックスをポジティブなものに変えるという意味で、藤田は、男性版、ブステレビと位置づけている。収録は、 SOD 本社1階のフロア、SOD 学園を使って行われ、番組全体も学校をイメージシチュエーションとしている。2018年1月5日の春の2時間スペシャルから配信日時を枠移動し、配信開始日時を金曜23時よく0時に繰り上げ、翌週12日からは通常の1時間番組となった。二千十九年十月二十六日より MC、 得意の芸能活動自粛が決定。当番組にも波及し、取りためていた分に関しては、収録日を記載した上で配信を継続。そして得意不在で収録した第101回をもって、最終回となる。番組テーマ曲の海の親、ミネタカズノブとのコラボが実現し、最後はシーズン2の可能性を示唆して終了した。メイン朝日不在時の ライダーアシスタント純粋な DT たち。DT の思い悩み苦しみを激白し、いつしか女性たちと結ばれる日を夢見ている。DT を、卒業交番など、他セクシー衣装に身を包み、スタジオで自由にくつろぐ女性。時には微笑み、時には冷ややかに DT たちを見つめている。DT ジャーナリスト朝日を筆頭に、パコちゃんに席を置くメンバーで構成された SJ を自称する。 女性集団。56、91のみ登場。DT を卒業させてきたプロフェッショナル。初期は、毎週1名がスナイパーとして参戦した。DT にとっての特別講師。初期は、スナイパー不在の時に出演する、男性ゲストという位置づけだった。スナイパーや女性ティーチャーでは DT が緊張してしまった、ことから、緊張しない女性をブスとカテゴライズし、デートや、 会話術の相手役を務める。ロケ、または再現 VTR 中心の企画一つと、スタジオでの企画一つか二つで構成される。内容は、毎回異なる。捨て損なった、僕の DT、赤裸々、DT あるある、妄想やリジェンヌ、恋のあぶくとなど。2018年以降は DT が、AV によくある設定で課題に挑戦する企画も、開始。 2019年2月に DT t ティーチャー、吉村拓が聖リーグベスト9として最強のセクシーチームを発表。以降の番組では DT スナイパーの参考資料としても使用され、74では桜藩が登場した。聖ブライオンズ黄金時代をイメージして選抜されている。同年7月に DT t ティーチャー、森林リングエンジンがサッカーに例えたベスト11を発表。 ありがとうございます。